ストライク・ザ・ブラッドに登場する魔導書を詳しく知っていますか？ストブラは一番好きな作品なのでこだわって作っており、前回の解説から結構飽きましたが、今回も詳しく見ていきましょう。魔導書は魔導に関する膨大な知識を集約しており、それ自体が魔書を帯びた書物で、読み手に力を与え最悪を待ち散らす危険物になっています。元ネタはグリモワールになっていて、フランス語で魔術の書物の意味になっています。ここからは5つの魔導書を詳しく見ていきましょう。闇聖書。闇聖書は魔導書内の文字を経由して強烈な魔力を取得し、その力で闇聖書の効果領域内部の世界を自由に書き換えることができます。闇聖書の古代魔法文字ならば、たとえ一文字でも他の魔導書を無効化、灰に変えることが可能です。闇聖書の起動条件は幽脈の霊力と10年に一度の精神の力が必要になっています。10年前の実験から10年の振幅を必要としたため、精神は10年に一度と思われています。しかも起動可能な時間は1日限りです。さらに闇聖書は世界を書き換える魔導書でもあります。闇聖書の一文字一文字が異界からの力を受け入れる門としての機能をしますし、たった一文字の魔法陣で魔導書等の魔道具が無効化されます。そして闇聖書の領域内部を任意の世界に書き換えることが可能で、魔力のない異界を展開しても使用者の魔女の守護者には健在だったことから、使用者は対象外にすることが可能だと思われています。闇聖書は常世理綾の魔導書であり、ノタリアの魔女と呼ばれています。そんなノタリアの魔女は魔導書を複製能力があり、魔導書の中身はもちろん魔導書が持っている能力、魔性、呪いを完璧に複製できます。さらに記憶を奪い、闇聖書の中身を把握したため、闇聖書を完璧に復元できます。本編でも常世理綾はその魔導書を複製する、彼女が書き写すのは文字だけではない、本物の魔導書に込められていた魔力や呪いまでも完全に再現する、それがノタリアの魔女と呼ばれた常世理綾の特殊能力だと書かれております。魔導書ナンバー14。こちらは対象のパーソナルヒストリーを操作する川張りの魔導書です。これは奪ったものの知識、経験を自分のものにできるのですが、対象の魔術体制によっては弾かれます。しかも欠点があり、奪った対象の負の過去を受け入れてしまいます。なので対象が過去に受けた苦痛やトラウマを再体験して受け止める必要があるので、かなりヤバめの魔導書です。この魔導書ナンバー14は夏希ちゃんが使っており、基本的に監獄結界で使っています。魔導書ナンバー193。この魔導書は対象に予定調和の属性を付与する魔導書で、休養されたものはあらゆる攻撃を受けず、あらゆる防御を無視できますが、作中では魔女の守護者に対して使われていましたが、圧倒的な攻撃によって無視されています。欠点もあり、脅威と感じないものを防げません。なので脅威と感じないものはたとえ変質しても自動的に防げないのです。さらに空間制御も対象外になっていて、力の差のある相手には通用しません。なので完全に弱者対策の魔導書と思われているので、使えない魔導書です。魔導書ナンバー343。この魔導書はセティカスの魔力を浴びせ、呪力を備えた文字によって逃走を許さない能力を宿しています。ちなみに魔導書の中身は古代文字によって記された刑法の法廷らしいです。セティカの魔導書は対象にセティカスの魔力を浴びさせる魔導書で、魔力を帯びたものはセティカし、床や壁と一体化する能力です。さらに呪力を備えた文字を刻むことができて、呪力によって空間制御の魔女を無効化し、逃走を許しません。魔導書ナンバー539。この魔導書は空間に亀裂を入れていくことで、空間に隠れたものを見つけ出す能力を持っています。さらに亀裂の副作業で時間跳躍や空間跳躍が起きます。これを空間探知と言います。以上で魔導書の解説でした。基本的に作中に登場するのは魔導書ナンバー14なので、これだけ覚えていれば大丈夫だと思います。次のストブラの解説はいつになるか分かりませんが、チャンネル登録してお待ちください。この動画良かったらいいねもお願いします。それではバイバイ。